バーのメンバーは、まあ基本的にお客さんでつながってるんですけど、仕事以外のバックボーンがこうバイクが好きだったりとか、この音楽が好きだったりとか、そういうところでこう共感し合える人たちなんですよね。だから味はもちろんうまいに決まってるでしょ。追っかけがいるぐらいですけどね、あのサンラスミさんは。だから今回も多分地方のその追っかけが来て美味しいパイを提供してくれると思いますよ。楽しみです。その人が連れてくる友達とまたこう知り合ったりとか、新しいつながりができるのは楽しみです。